あげなきゃと思って、うわーすき焼き、ま、うあ、ディクタスさん、マグマグ、うわーすき焼きたー、マグマグ、マグマグ、すき焼きたわ、ありがとう、すき焼きありがとう、すき焼きだよ。いやー嬉しい。でディクタスさん、懐かしい、これじゃん、ディクタスさんすき焼きありがとう、すき焼きすき焼きです、ぷぷぷぷってなんかよくわからんけどスクショぜひしてくださいにゃんにゃん、ありがたいね、懐かしいね、でみんなたくさん投げてくれてありがとう。すき焼き全然食べてないの、本当に焼肉の時にすき焼きなんとかみたいなの食べるけど、懐かしいね、やばい、くしゃみ出そう、あ出なかった、うん、茶湯じゃない、水です、今日は水、今日は髪の毛美容院に行ってきて、めちゃめちゃ髪の毛綺麗にしてもらいました。最近枝毛切るのにハマってたから、ちょっとそんぐらい枝毛があったから、これまだある、枝毛めっちゃくる、あ、大ちゃん、大ちゃんや、大ちゃん、やん、嬉しい、みんな、ちょっと待って、だいちゃんすき焼きたわ、ありがとう、だいちゃんすき焼きカシャカシャパシャありがとう、すき焼き嬉しい、いやん、今日はすっぴん、ちょっとね肌をね、昨日ちょっとね寝ちゃって、あのままヒルル公園の後、今日はもうずっと寝てました、美容院でも寝てた、なんかやっぱり公演の次の日が眠くなっちゃいますね、もうだから最近お風呂入らなかった時用にちゃんともうメイク落としシートで置いてるもん、もう無理だってなった時用に、すき焼きで外せない具材3本あげた、すき焼きで外せない具材、白菜、肉、卵です。いるコメントしてきてありがとう、あそこのさタルト屋さんさずっと気になっててさ、ナンバーパークスの、もう最後は尺が足りなかったからおまけですナンホタに この動画どうって送ったら最後ってきた眉毛もちょっと来たよ、ちょっとだけね、なんかあれはあの何だっけ、れいちゃんが好きなやつ、あの最後の動画にあれ、みたらしじゃなくてあれよ、お前なされへん、あのとっとくハム太郎じゃなくて何やったっけ、待って見たらしか思い出されへん、何だっけ、前田玲子ちゃんが好きなキャラクター、あれモルモット、モルか、そう、それです、そう、
なんか私たち優柔不断やから、どこご飯食べに、どこなんか甘いもん食べに行くってなった時に、ちょっとナンパークスブラブラしててゲームセンター行った時にモルカー見つけたからあ、レイちゃんに送らなって言って2人で撮った動画です。あれはだから全然あの SNS にアップするつもりのなかった動画だったんですけど、尺が足りなさすぎてあの動画使いました。ちゃっかり音声にはレイちゃんモルカーだよーっていう動画、あの動画が入ってるっていう、音声が入ってるっていう動画でした。二人でモルカー見つけた時、レイちゃんに報告しなって言ってたその後しっかり見せましたあ、ブルーセブンさん嬉しい、すき焼きたわ。ブルーセブン弟がなんか喋ってる。ブルーセブンよいしょ、わあ、ブルーセブンさん、すき焼きタワーありがとうございます。すき焼き、ブルーセブンさんすき焼きですカシャカシャありがとう、嬉しい。見えるかな、よいしょ、明日の公園行きます。あ、待ってます、明日ですね。でも私もちょっと明日は韓国語のテスト忘れた。明日だって、明日頑張りますよ、もちろん。前髪切ったバブちゃん、本当にそんなに切ってたかな。でも明日で11月終わることにも衝撃だけどね、普通に。いやー、ファンの皆さんが泣いてたら私も泣いちゃうんだろうな。めちゃめちゃ見えるんですよ、やっぱり心が痛くなっちゃう、うーんってなる。明日の公演は瀬戸に順で行ってるんで、明日の公演の写真は母校へ帰れなんですけど、マネージャーさんと明日母校じゃんって言って、めっちゃテンション上がってました。めちゃめちゃタイミング良くないって言ってそう、あ、なおたんのいいところの、いいところ DM で募集してますそうだ、わろとのあおりでなおたんのいいところ言いたいなと思ってたんだけど、ちょっと皆さんインスタの DM でぜひ教えてください。わー、ディクタスさん、またまた、嘘、ちょっと待って、こっちにしよう。いや、タイミング神だよね、間違いない。すごい、でもあれはたまたま始めたので運です、本当に。タス、じゃあハート書いとこいっぱい、よし。ディクタスさん、2個目のすき焼きありがとうございます。すき焼き、すき焼きです、ディクタスさん、すき焼きですありがとう、あ、いいところ送ってください、短めで、おお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 おほにゃららでいけるくらいでお願いしますはい、頼みます、その長さでお願いします。ほにゃららほにゃららって言ったらちょっとまたあのよく聞こえなかったってよく言われるので、はい、ぜひあのおおおおおおほにゃららぐらいの尺でお願いしたいですどうとんぼり、どうとんぼりの話どうしよう、あのしだれ柳があるわ、よいしょ、送ってね、大
代弁します。お、あとちょっと20万ポイントでいいかな。バブタンはありお前が言うなって言われそう後で、うん、ユイナが言うなって言われそうチュベットキツネって怒られるんだろうな、怒られるんだろうな待って、簡略化が、私語彙力ないからな。マネージャーさんと二人で簡略化しておきます。今日ママがさ、リップ買ってきてくれたんです。卵タワーなんてあるんですか、すごいな。何歳から寝ても大丈夫そうやな。ジベスナ、あ、なるほどねジベスナって面白い何ってならない、大丈夫。ジベスナね、いいね面白い、愛されてるね本当に。私動物って言うと何なんだ、よくウサギって言われるけど、犬っぽい犬とも言われるし、でもカバって言われます大きい口開けて笑うからカバやなってハーセに言われた。ハーセだっけな、多分ハーセって気がする。ちょっと甘いもん食べたくなったからチョコレートだめよカバって言われる。ガルボ、ガルボって高いじゃないですか。今日美容院の帰りで歩いてたら、ガルボがこのサイズで105円で売ってて、コンビニだったらこれ205円するんですよ。100円引きですよ。買うしかないじゃんと思って買いました安いよね。そう、ほぼ半額なの。あのアラフォート、アルフォートも57円で売ってた。もう高いのガルボ、このこれ付きが200円台するの。これが157円ぐらいだったと思う。アルフォートか、アルフォートも、アルフォートはコンビニでも安いんですよ。100円ぐらい、ドラッグストアとかに行ったら80円ぐらいで売ってるんだけど、そこ57円だったから安っと思ったけど、でもアルフォートはいつも安いか、ガルボにしようと思ってガルボ買った、うん、ありがとう返信来てくれて。まだ現金派ですうん、20万ポイント達成しました。本当に、うん、達成ありがとうございます皆さん、嬉しい、やったー。じゃあすき焼き、すき焼きでいいや、これは皆さんに向けてです皆さんすき焼きです。
ありがとう。これで美味しいすき焼きが食べれます。すき焼き、すき焼き。イエイ。ありがとう。ありがとうございます。やったやった。テロップ変えとこうかな。2ゴール目はいけるのかな。でももう今日はレポートとかしなきゃいけないからそんなに長くできなくて、すき焼き配信しますね。イエイ、すき焼き、イエイにする。すき焼き何しようかな。まあ いや、みんなにすき焼きってことで。すき焼き。よいしょ。ほっ。オッケー。そう、明日なんかガクガクしてる私、配信大丈夫？あーそっか、インスタにでもあげるのか。いい肉の日、そうです、今日はいい肉の日です。イエイ。あ、ママが買ってきてくれた、リッパー開けてみよう。固まってる？本当？ Wi-Fi 切ってみようかな一回、ちょっと待ってね。わあ、ありがとう。よし、固まってる。あれ、どっちだ、やっちゃった。なんかすごい、うん、固まったり固まらなかったり。あ、いやごめんね、多分次はもう固まらない。今日はね、肉食べてないな。肉食べてないな。あ、肉食べてない。今日は肉、お肉、カリフォルニアロール食べて、つくねは食べました。つくねは食べました。肉ちゃう？嘘、使えなくて肉じゃないか。魚肉か。うんふん。うん。うん。うん。ボスさん。いや嬉しい、でもありがとう。ボスさんからすき焼きタワーいただきました。ボスさんすき焼きタワーありがとうございます。ボスさんすき焼き、うん、ありがとう。すき焼きタワーイエイ。ありがとう。なんかリップ食べちゃったか。ん？焼肉なんかい。お前ちゃんと見てなかった。ありがとう。でもやった。じゃああとはちょっとだけお話ししましょう。30分になったらランキング読もうかな。今日はインスタも投稿できたし、ツイッターも投稿できたし、あとはレポートを作成してテスト勉強するだけ。オッケー。この後も場面送ろうかな。明日泣きたくない。, 笑って終わりたいと思ってます私は。
てた無理でしょうねって言われましたもう、うん、なんかそうなんです。明日スタッフさんに泣いてもいいけどちゃんと締めようねって言われて、あ、泣く前提になってたと思って泣く前提かーってわかんない、泣くかな、まあ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 。翔くん嬉しい、すき焼きタワー。ちょっと待って、2枚書くか、あ、メッセージ書こう。あ、2枚書くんじゃなくて、翔くんすき焼き、今日も一日お疲れ様。OK、 翔くんすき焼きタワー2個ありがとう。すき焼き、翔くんすき焼きです、ありがとう、イエイカシャ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 ありがとう。うん、泣くかな、うん、泣かない、ゆいなはゆいですね、そうなんだけどね、泣いちゃうんだよ。だってファンの人もたくさん泣いてて、なんかそれを見て泣いちゃうし、なんかメンバーも本人もああ旅立っていくんだとか思うと寂しいなと思うし、うん、言えないから泣いて、いやいやいや、でも頑張っ、まあ頑張って見送れるようにします。よく、でもね、よく言われるの、友達にゆいなって本当に喜怒哀楽すごいよねってめっちゃ言われる、ちゃんと喜怒哀楽あるよねって。確かにと思って、すき焼き食べれるよ、わーい、みんなのおかげ、わいわーい。うん、怒りは怒るよ結構、うん、怒るっていうか、うーんってなるうわーってなって、うん、でもそれこそナオホタンとかにこういうことがあったんだけどって怒って発散するあ、だいちゃんまたまたすき焼きだ、嬉しい、だいちゃん。さっきどっちで書いたんだろう、2個パターンあるんだよね、こっちかだいちゃんラブハート書いとこ。だいちゃん2個目のすき焼きタワーありがとう。すき焼き、すき焼きありがとう。よし、もう30分なっちゃったの、なんでそんなに時間って早いのあ、また焼肉タワー、焼肉タワーでも書きますなんかちょリップがなんか変な味する疲
れなんかちょっと変やな。明日はじゃあアチョをナホタを笑わせるように頑張りますね。無理だと思うけど。なんかあるかな、笑わせるような言葉。そうなの。あ、明日か。ちょ、寝やんとこかな。私ね、明日来てほしくない時に寝ないんですよ。夜を長くしたくて。バカでしょ。ちょ、バカだなと思うんだけど、よくバカだなって言われるんですけど、いや明日嫌だっていう時、明日来てほしくないっていう時、めっちゃ絶対夜更かしして4時ぐらいに寝るんですよ。でも今日、明日は公園なんで寝ますね。はい、寝ます、寝ます、今日は寝ます、さすがに寝るんですけど、寝るんですけど、ちょっとそういう考えになっちゃうタイプで寝ます今日は。インスタフォローしました、ありがとう、ありがとう、嬉しい。寝るね。明日は万全な状態で行かなきゃいけないし、12月もたくさん公演あるので、皆さんぜひ会いに来てください。なんか12月の目標考えとく。じゃあ公演の、11月の裏目標は歯だったんですよ、私。公演ね、歯をどれだけ自分らしく歯を表現するかっていうのを11月目標にしてたら、意外とアチョの方が好感良くて、なんかアチョの方がいっぱいあれしてくださるんですけど、でもたまに歯が好きって言ってくれる方もいて、歯ね、歯の方ね。12月何を目標にしようかな。確かに母校を地元頑張れるようにするかな。アチョだと思ってた。アチョは一生の目標です、笑わせるの。みんな、途中経過、途中経過はなんかね、自分らしく踊れるから好きなんですよね。だから、でも今月の歯は意外といろんなテイストで変えながらやってて、ちょっと違うなと思ったやつはやめてとかやってたかな。先々月は努力の雫だったんですよ、私の中で。ウィンクの10段階ありだな、達成で何が極められるかな。でも母校のキックね、めちゃめちゃ飛びすぎちゃった時あったんですよ。そしたらスタッフさんに「めちゃめちゃ飛んでるよ」って言われた。うん、ウィンクもありだ。明日の歯のあり考えてなかったな。明日はなんて言おうかな、うん、ウィンクの冗談にする。ウィンクの冗談はミルさんみたいなに踊りたい、ミルさんみたいな感じで踊りたい。ウィンクの10段で30回ウィンクする。でもウィンクの10段めっちゃウィンクしちゃう。なんでだろう、わかんないけど。わ
12月もたくさん見に来てね。なんかユイナがいる劇場公演見に行きたいって言ってもらえるような存在になりたい。何の曲にしようかな。道頓堀は一生の課題です。12月はね、いっぱいね、ウィンクのね、みんな誕生日だから生誕祭たくさんあるかな。それも楽しみ。劇場公演来てほしい。一番最近ありがたいことに外での仕事も増えたけど、一番自分らしく入れる場所だなって、やっぱホームなんだなって思います。劇場公演ってやっぱりたくさんミスっていうか、いろんなことに挑戦しようって思えるし、なんか違うかったら違うって言ってくれる方もいっぱいいるから、なんだろう、そういう場所があっていっぱい冒険できる場所だなって公演は思う。から自分らしく一番表現できるなと思う、うん、原点です。本当に公演は本当に意地でも出たい、ギリギリでも。で絶対吐けないって決めてます。私はなんか靴紐が取れちゃってとかだったら履けるけど、なんだろう休みたくもないし、一番休みたくもない。絶対その時にしか会えない人だっているわけだし、大切にしたいなって思うから。だから一回休んじゃった時はすごい悔しかったな。しょうがなかった時だったんですけど、わざわざだって公演見に来るために関東とかから遠い地方から出てきてくださる方もいらっしゃるわけで、なんかめっちゃ、だからそうやって思ったらめちゃめちゃ頑張れる私。そう。もうね、一回今だから言えるんですけど、ウッホやってた時に本気でやりすぎちゃって、もう息できなくなっちゃって、終わった後やばい息できないって思ったんですけど、その時たまたまアンチさんが喋り出してくださって、私が喋る番だったんですけど、多分気づいてたか気づいてないかわからないんだけど、アンチさんが喋り出してくださって息整えれたんですけど、やばいと思ったことあった。でも結構メンバーもそういうのは分かってくれる人が多いなって思います。劇場来てほしい。ユイナがネモハモードったら息できひんくなると思う。絶対できひん。できひんわ。ウィンクのウホね。そあと、そうだね、あ、そう、それこそナオホタンだったっけ、あの時ナオホタンだった気がする。結構最
近ではないんだけど、先月か先々月ぐらいの時も一回しだれ柳が終わった時に、あやばい、めっちゃ頭が回ると思って、目回ると思って、やばいと思って思った時に MC 始まって、マイが当たって、あやばいと思った時に、その後当てられるかなと思って、めっちゃ目あって当てられるかなと思ったんだけど、違う人当てた時に、なほたんに、あの時本当に喋れないぐらいしんどかったんだよねって言ったら、うん、そうだと思ったから違う人当てたよみたいなこと言ってくれて、覚えてるか知らないけど、私はそれにすごいなって思ったのを覚えてる本当に。なんか MC はあるから、聞いてたら私落ち着けるからいけるんだけど、それをやった時に、あなんかちょっと、あそう思っ、なんかちょっとや、あなんかめっちゃ汗かいてるなとか思ってたわみたいな言われて、まあ、ありがたいなって最後にしようと思ったよって言われて、着替えてる時に、うん、ね、私もそういう人になりたいと思った。すごく周りを見れる人やっぱ素敵だなって思う。イケメン煽りてイケメンっていうのびっくりしやない、大丈夫みんな、うん、やっぱね、すごいよね。イケメン考えとくね煽りね。あ結局いっぱい言っちゃった、もう43分じゃん。見て今日ちょっと このさ目覚まし時計さ紹介したい私は今この目覚まし時計使ってるんですけど、ここに置いたら携帯充電できるの、すごくない？でアラームを2個セットできてね、で夜になったらこうやって消えるの、消せるの。あとは湿度もわかるしこうやってやったら2021年っていうこともわかるし、1月29っていうこともわかるの。そう、終わり。ママが買ってきてくれた時計、お値段は多分2000円ぐらい、アマゾンで買ったえ、ここに充電できるのめちゃめちゃよくない？めっちゃ私いいんだけど、ここにってスマホ置いて夜中充電できるの、まあ、ケースは外さないといけないからあれなんだけど、え、私11月って言った11月です、多分。いや、わかんない、30、まあ、まあ私が買ったわけじゃないからわかんないんだけど、充電できるのすごいよね。ここに置いたらスマホめっちゃいい、おすすめですいきなり通販サイト始まった。あとは最近シオミンとアーノンと、このリップ本当に取れないよねって言ってるリップはペリペラマジで取れん。これのマット使って、あ、これだ、これ昨日昼夜公演どっちも塗ってたけど取れなかった、私が壁にはしたけど壁にはしたけど取れなかった。商品紹介ティントです、シオン、シオミンです。 iPhone カバーつけてたら充電できなかった、それはちょっとあれなんだけど、めんどくさいんだけど、まあまあいいかなと思って。これは9点の目代わりで買って2本で1400円でした安い、1500円か。9点の目代わり今日までだよ、
なんか通販ショップの人になってる。商品紹介勝手にしちゃってた。よし、ではそろそろランキング読みましょう。ごめんね、いっぱい長々しちゃって。目代わりはリップ2本と、リップ2本買った。よし、ではランキング読みます。13位バロックさん、ありがとうございます。バロックさん覚えよう。12位ジェン、ありがとう。イエーイ、ありがとう。11位がポンスケさん、ありがとう。ポンスケさんありがとう。そして10位がナイク、ナイクありがとう、ありがとう。そして9位がコテツ、コテツありがとう、来てくれてありがとう。そして8位がポッポ、ポッポありがとう、イエーイ。そして7位がサムさん、サムさんありがとう。ありがとう。6位がブルーセブン、ブルーセブンありがとう。あ、タワーも、すき焼きタワーもありがとうございます。そして5位がボスさん、ボスさんもありがとう。焼肉タワーありがとうございます、おいしくいただきます。そして4位がマグマグ、マグマグありがとう。マグマグもすき焼きタワーありがとうございます。そして最後翔くん、翔くんもありがとう。翔くんもすき焼きタワー2個ありがとうございます。そして2位が大ちゃん、大ちゃん、大ちゃんもありがとう。すき焼きタワーもありがとう。そして1位はディクタスさんでした。ディクタスさん1位ありがとうございます。パチ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 、1位はディクタスさんでした。1位ありがとうございます。すき焼きタワーもありがとうございます。すき焼きパチ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 。はい、ということで皆さんたくさん、イベント協力してくださりありがとうございます。皆さんのおかげで美味しいすき焼きが食べれます、嬉しいです。はい、ということでショールーム今日はこれで終わります。明日もまた公演終わりかな、するのでまた見に来てください。では皆さんありがとう。あ、インスタのリールも投稿したので見てください。バイバーイ、みんなありがとう。バイバーイ。